青い森鉄道線。青い森鉄道線は、青森県三戸群三戸町の目時駅と、青森市の青森駅を結ぶ、鉄道路線である。青森県が、第三種鉄道事業者として、施設を保有し、青い森鉄道が、第二種鉄道事業者として、旅客運送を、日本貨物鉄道、JR 貨物が、同じく第二種鉄道事業者として、貨物運送を行っている。 2002年、平成14年12月1日の、東日本旅客鉄道、JR 東日本東北新幹線森岡駅、八の平駅間開業の際に、JR 東日本から東北本線の一部を譲渡されたもので、2010年、平成22年12月4日の東北新幹線、八の平駅から新青森駅間延伸の際には、 東北本線八戸駅や青森駅間も譲渡された。目時駅や青森駅間全線開業後の営業キロは 121.9km であり、これは営業中の第三セクター鉄道の単一路線の延長としては、日本第2位、2019年、平成31年3月23日の三陸鉄道リアス線開業までは、日本最長であった。 保守は当初、八戸臨海鉄道に委託されていたが、八戸駅青森駅間の上渡以降は多い森鉄道が行っている。IGR 岩手銀河鉄道と青森県の資産上の境界は、メトキ駅南側の県境分解点である。岩手銀河鉄道線と直通運転を行う森岡駅八戸駅間の列車のほか、2個駅、3個駅、 八戸駅間の区間列車が運転されている。岩手銀河鉄道線との分解駅である、目時駅を始発、終着とする列車配。2015年3月13日までは、八戸発6時台の森岡駅は、快速運転を行っていた、青い森鉄道線内は各駅に停車。全列車でワンマン運転が行われている。朝に三個発の列車2本が、 八戸駅から八戸線のサメ駅まで乗り入れていたが、2018年3月17日のダイヤ改正で八戸線への直通運転が廃止された。これらの八戸線直通列車は JR 東日本所属の機動車で運転され、JR 東日本の運転士と車掌が乗務していた。なお、後日の上り三沢発盛岡駅に青森駅道の区市川駅間から、 近代一温泉より、先、二戸、森岡方面に乗車する場合は、岩手銀河鉄道線との連絡運輸区間は、八の平駅以南のため、目時駅までの乗車券を購入した上で、近代一温泉駅より、先の各駅で、下車時に岩手銀河鉄道線の運賃を生産することになる。2010年12月4日の八の平駅。 青森駅間延伸開業により、岩手銀河鉄道線森岡駅、目時駅八戸平駅間と八戸平駅、青森駅間で運転系統がほぼ分離された。八戸平駅をまたがって運転される旅客列車は、2019年3月16日改正時点では、平日朝の3個発青森駅下り1本と、後日の三沢発森岡駅上り1本のみ、 いずれも、土休実は、八戸始発となっている。八戸駅青森駅間延伸開業時に、特急が廃止されたため、青森駅の始発と八戸駅の終電は、繰り下げ繰り上げられたが、普通列車の時刻としては、JR 時代と大きくは変わらない。八戸駅青森駅間は、快速、普通合わせて1時間に1本程度の運行である。 また、JR 大港線との直通列車も、JR 時代に引き続き設定されている。青い森鉄道線内間欠の快速列車も、設定されていたが、2018年3月17日のダイヤ改正で、線内間欠の快速列車が廃止され、線内を運行する快速列車は、大港線直通の下北及び臨時快速リートアスナロのみとなっている。 その直通列車の内臨時快速、リゾートアスナロは全車指定席だが、青い森鉄道線内のみの指定券は発売できない、ため、青い森鉄道線内のみの乗車はできない。米軍三沢基地でのイベント、航空祭の開催日には、八戸駅三沢駅間で快速、航空祭が臨時列車として特別運行される。八戸駅三沢駅間、 朝虫温泉駅や青森駅間は通勤・通学の需要が多いため、朝湯を中心にこの区間内での折り返し列車も設定されている。2017年3月4日のダイヤ改正で新青森駅発着列車が廃止され、大雨本線に直通する定期旅客列車はなくなっている。青い森701系。 青い森703系によって運転される列車は、すべて2両ワンマン運転が行われる。大港線直通の快速、下北もワンマン運転が行われ、JR 東日本の運転士のみが乗務している。JR 時代には、朝の通勤、通学時間帯に4両編成で運行されていたが、青い森鉄道移管後は2両編成によるワンマン運転での運行となったため、 慢性的な混雑が生じていた。これを解消するため、青森市内の筒井駅、柳井駅間の無人駅では、朝のラッシュ時のみ、すべてのドアが開き、駅の改札業務を、八戸臨海鉄道が自宅して行っている。また、三沢駅八戸駅間では、三沢発の始発電車の約5分後に、三沢発八戸駅が2011年1月11日から運行されている。 この列車は IGR 岩手銀河鉄道から IGR7000 系を借りて運行されていたが2013年3月16日ダイヤ改正から青い森701系による運用に変更されたこの列車は八戸駅到着後そのまま列車番号を変更して森を回帰として運行されるなおこの列車は2015年3月14日のダイヤ改正で 三沢駅八の駅間が土曜、日曜日は運休、さらに2016年3月26日のダイヤ改正では祝日も運休するようになった。青い森鉄道への転換前と同様、本州と北海道を結ぶ物流の幹線ルートの一部であり、多数の貨物列車が運転される。東青森駅青森信号場間では、日本海中間線からの貨物列車、 上津本線、大宇本線吉野の新潟貨物ターミナル駅からの LNG 輸送列車も見られる。旅客列車では、上野駅札幌駅間の寝台特急列車、北斗星が札幌発2015年8月22日、定期列車としては2015年3月13日まで、カシオペアが札幌発2016年3月20日まで通過していたが、線内の停車駅はなかった。 なお、特急列車で通過する場合には、運賃の他に、特急料金760円が必要だった。青い森鉄道線の近年の輸送実績を下表に、記す、鉄道統計年報運輸成績表、国土交通省より抜粋。以下はすべて旅客列車に使用される車両である。高山駅、三沢駅と三沢駅、小川原駅の間で、上北郡六古町を、 上北町駅を務め駅の間で、上北郡七子町、旧天馬林村里沢宿を通るが、いずれも当該町内に駅は存在しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。